どうも、やみつき松本です。ということで、今回皆さんにまずご紹介したい商品があります。こちらです。どんだけアテナ剥がすの下手くそなんだよってぐらい失敗しちゃいましたけど、バカまぶし。皆さんご存知でしょうか？バイキングの西村さんが監修しているアウトドア万能スパイスなんですけども、今回クラウドファンディングで支援させていただいて、私の手元にようやく届きましたということで、今回はこちらのね、バカまぶしを開封していって、まあ、どんなスパイスなのかということを紹介した上でですね、私実はですね、アウトドアスパイス大好きで、めちゃくちゃ種類持ってるんですよね。過去動画でもご紹介したんですけど、過去動画では4種類のスパイスを比較させていただいたんですけども、今回に関してはさらにですね、そこからバカまぶしも含めいろいろなスパイスを買っておりますので、徹底比較として実際に、ね、食べてみたりしながらアウトドアスパイスの違いについてお話ししたいと思います。私の持ってるスパイス、実際に食味テストをして、このスパイスにはこういう特徴があるよと、こういう人にはこれがおすすめだよというところまで掘り下げてお話ししていきたいと思います。今回の動画に関してはうちでのね、調味料としてもめちゃくちゃ便利なんですよ。うちもかなりアウトドアスパイス家庭で使うことの方が多いです。本当に卵かけご飯にアウトドアスパイスかけるだけでバッチリ決まったりするんで、まあ、そういう使い方もあるので、今回に関しては幅広い方に見ていただいても結構ね、参考になるかなと思いますので、ぜひ最後までお見逃しなく。ということで、まずはバカまぶし開封していきます。せーの、ほい。御礼、いいですね。西村さんの力がこもってそうな、けど心はここになさそうな、ちょっとね、不思議なオーラ、私結構好きなんですけど、バカみたいにまぶしたくなるバカまぶし。何にでも合うバカまぶし。まぶしてる人は大体友達。何のオマージュなのかわかりますかね。商品ご購入の御礼ということで、この度は僕が監修したバカまぶしを応援購入いただき、誠にありがとうございました。これで今日からあなたもバカまぶだち。今後ともバカまぶしをよろしくお願いいたします。言葉遊びみたいですね。パスタ。チャーハン、野菜炒め、いろいろなものに使えるというのは間違いなさそうです。今回私が支援させていただいたのは通常のバカまぶし。これは辛くないのって書いてありますね。万能スパイス。それからこちらバカまぶしの辛いのと書いてあります。この2対1のセットを支援させていただきました。で、そもそもこのバカまぶしってどんなスパイスなのっていうのをちょっと説明させていただきますと、一つ、世界中から厳選した12種類以上のオリジナルブレンドということで、で、二つ目、ホール&パウダーのこだわりということで、クミンとかゴマはホールとパウダーの両方をブレンドしてあるということで、まあ簡単に言うと、ホールっていうのは粒状のものがそのまま入ってるって感じですね。食感が出たりして美味しいんですよね、あれもね。ということで、食感や香りもお楽しみいただけますということと、あともう一つですね、食感がバリバリ食感ということで、一度炙っているのでスパイスの香ばしさが立っていて、なおかつ食感のバリバリ感もアップということで、ちょっと気になりますね、これね。ちなみに原料はこんな感じです。クミンが一番多く入ってるんですかね。で、ごま、チキンパウダー、鶏肉、砂糖、チー油、チキンエキスなどなどいろいろ入ってますけども、他のスパイスも私ね、ブログの方にもまとめたんですけども、いろいろ見る限りでも結構珍しいものが入ってる印象ですね。クミンが一番初めに来るってことは結構カレー臭がするというかね、カレーっぽいマキシマムに近い香りなのかなとも思いますけども、マキシマムスパイスっていうね、宮崎県で有名なスパイス、これからねこの後出てきますけども、それもカレーっぽい香りがするスパイスなんですけど、それに近い香りもあるのかなというところでちょっと期待しております。説明文の一つに、コンソメパンチのような癖になる旨味、カレーのような食欲をそそる香り、タンドリーチキンのような口に広がるスパイシー感、美味しいのいいとこ取りということで書いてありますけども、ちょっとやっぱスパイスは立つ感じですかね。これからご紹介するスパイスたちとどのように違うのかというのは、まあ実際に食べてみればわかるでしょう。そのバカまぶしと同じもう一種類バカまぶしなんですけども、こちらは辛いのということで赤いパッケージになっております。左が通常のバカまぶしで、右が辛いやつですね。何が違うかというと、唐辛子がゴマの次に来る感じなんで、結構量入ってるかもしれないですね、唐辛子。今回はこの2種類をちょっとゲットしたということで、いろいろなスパイスとこれから比較をしていきたいと思います。まずはじめにですね、こちらです。私がアウトドアスパイスにハマるきっかけとなったクロセのスパイスということで、牛、豚、鶏、魚にということで、まさに何にでも合う万能スパイス。そもそも柏屋クロセさんという鶏肉のお店が販売しているスパイスでですね、これはね、非常にバランスがいいです。過去動画でね、詳しい話はしているので、そちらをちょっと見ていただければと思いますけども、今回簡単にどういうスパイスなのかというのを説明すると、クロセのスパイスは本当に万能といった感じで、かなりバランスがいいスパイスです。これはね、まずね、何もアウトドアスパイスってわかんないよという方は、これね、ちょっと試してみていただきたいんですけど、本当に卵かけご飯にかけるだけで、クロセ卵かけご飯と言ってもいい、一つの料理が出来上がる
るぐらい私の中ではかなり信頼しているスパイスです。 Amazon で764円でこの瓶売ってますけども、詰め替え用のね袋とかでも売ってるので結構長く使える商品で、本当にいろんな料理に使えるんですけど、やっぱね鶏肉のお店が作っていることもあって鶏肉との相性抜群なんですよね。なんで唐揚げの下味として使ったりするのに抜群です。今回比較する一品目、クロセスパイスで、今のクロセスパイスに関連してこちら過去動画にしてるんですけど、全国のイオンさんで普通に売っている商品なんですけど、醤油が香るブレンドスパイスということで、これがね実はね大きい声では言えないんですけど、クロセさんと似てるっていうか、なんか同じなんじゃないかっていう説が出てくるぐらい似てるんですよ。価格もね297円だったかなで購入できますので、とてもね手に入れやすい価格でクロセスパイスの雰囲気を味わえる商品ですので、過去動画で比較した時はあんまり違い正直わかんないぐらい似てるお味でしたので、もしねアウトドアスパイス Amazon とかで買うのハードル高いよと、やっぱりこういうクロセの瓶とかだと量も多くなっちゃいますので、その点やっぱ使いやすいサイズということで、無理なタイプのイオンスパイス、これも結構おすすめです。これはイオンでどこでも買えるんですけど、クロセのスパイスが気になって、まず今までね何もアウトドアスパイス買ってね試したことないよという方は、まずはねこの辺から入ってみるのをおすすめいたします。そしてもう一つですね、こちらも前回の比較の時に出してます、アウトドアスパイスのホリニシ、これもめちゃくちゃ有名なアウトドアスパイスの一つですよね。アウトドアショップのオレンジさんというところのカリスマバイヤーですね、堀西さんという方がいらっしゃって、その方が監修で販売しているアウトドアスパイスです。クロセと結構ね比較されることが多くて、確かにねカテゴリー的には結構似ている味なんですけども、堀西の方がおしゃれな感じがするというか洋風な感じがします。この堀西にはミルポアパウダーとかね、ちょっと変わったものが入ったりしています。なのでちょっと洋風っぽいというかね、そういったテイストもあって、個人的には魚料理とかに非常に良くてですね、アヒージョとかアクアパッツァとかね作る時とかは結構このホリニシおすすめです。ただねちょっとホリニシ後でも言いますけど難点があって、湿気を吸いやすいのかな、ホリニシだけ同じ環境で保存してるんですけど、ホリニシだけちょっとダマになってしまう感じがあるので、防げるような気はするので、なんか防止策ご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいということで、こちらもド定番のアウトドアスパイス、これを私も大好きですね、アウトドアスパイスホリニシ。それからこれはね前回ご紹介していないんですけど、堀西の辛口、今回の赤まぶしと同じ展開で通常タイプと辛いタイプが一緒に販売になって、この辛いタイプも最近一般販売が開始ということでしたけども、私は赤もクラウドファンディングで支援させていただくという形で購入しておりましたけども、これがね結構辛いんですよ、意外と辛い。なんでバカまぶしどんくらい辛いのかなと思ってちょっと今から楽しみなんですけど、堀西の辛口は結構辛口です。辛いの苦手な方はねあまりおすすめしないですけども、やっぱ辛い中にもニンニクとかのね結構香りが効いていて、スパイスとして結構完成された商品だと思いますので、このね堀西赤、今回動画では初登場ということですけども、果たしてどういう感じなのか実食がまた楽しみですけども、でこちらですね、もう宮崎県民のうちには一家に一本マキシマムが置いてあるという逸話があるほど、県民の中にね深く根付いているスパイスと名高いこのマキシマムスパイスです。まあ、マキシマム自体にもわさびとかね柚子とかいろいろな味が出てるんですけど、今回比較するのはまあプレーンタイプのマキシマムということで、これは特徴としては他のスパイスと比べると粒が結構細かくて、バカまぶしも結構見る感じ細かいんですけど、まあクロセとかホリニシとかは結構粒粒感もあるんですけど、こちらはどちらかというと塩コショウ的な感じの粒度があります。で味の特徴としてはクミンとかが結構効いてきてですね、どこかちょっとねカレーっぽい香りがするんですよね。なので子供にもまあ親しみやすい味ということで、例えばマクドナルドのポテトとかにマキシマムかけてマキシマムポテトみたいな感じで食べたりしますね。宮崎県ではかなり有名なスパイスなんですけど、一家に一本持ってるっていうのが本当かどうかね、長野県民である私には確認ができないんで、もしね宮崎県の方どれくらいマキシマム馴染みがあるのかということをコメントいただけるとありがたいです。で、はい、こちらもう私の動画では結構出てきてるんですけど、持ってこうというスパイスで過去にも動画にしてるんですけど、ムースさんというアウトドアブランドがございまして、そこが作ったスパイスということで、鉄板スパイスという名前なんですけども、特徴を簡単に言うと味噌とコンソメです。どっちかというと他のスパイスは洋風というかね、いろいろなスパイスを混ぜた感じなんですけど、この鉄板スパイスに関してはちょっと和風テイストもあるよと。特にね個人的には味噌とコンソメの風味が乳製品と結構合うなと思ってて、禁断の技としてすき家とかのチーズ牛丼あるじゃないですかね、あれにかけたりするとうまいんですよね。で単純にね味噌コンソメだけの感じではなくて、ちゃんとスパイス感もあるんで、いろいろと使いやすい商品ですので、おすすめのスパイスの一つです。でですね、
こちら、ユージャックさんが監修したキャンプスパイスの夜光。これも新しく買った商品なんですけども、まだね、実は食べていません。見る感じは、森西とかに近いのかなとも思いますけども、商品の概要をメーカーページからですね、ちょっと読ませていただくと、まあ、キャンプアウトドアに最適な万能キャンプスパイス。で、全部で21種類のスパイスを独自に調合したキャンプスパイス、夜光は、肉料理、魚料理はもちろん、アヒージョやホットサンドといった定番のキャンプ飯にお使いいただけます。市販の調味料は、しょっぱすぎるというお声を受けて、しょっぱすぎないをコンセプトに、ガーリックとネギの風味をアクセントに加えて何でも合う調味料として開発されました。しょっぱすぎないのでアヒージョの素としてこれ一本で味付けを行うこともできます。これ結構大事なことが書いてあって、キャンプスパイスって塩気がね結構元からついているものと、塩気はそれほどでもないものっていうのは結構あるんですけど、まあバカまぶしはちょっとまだ食べてないんであれですけど、この中で言うともってこさんとかが結構塩気という意味でいくとちょっと薄めで、香りとスパイス感だけを際立ててくれるという意味では非常に使いやすいスパイスなんですけど、やっぱ塩気がない方がいろいろなねジャンルの料理に使えるというメリットも出てくると思いますので、そういった点でもちょっと夜光もすごく楽しみです。塩系でいくとマキシマムが一番多分パンチが強いかなとは思いますけどね。だからそれはそれで悪いというわけではなくて、パンチが強いのが欲しい時はもうマキシマムを使いますし、香りを加えたいとかいう時はもってこを使うみたいな感じで全然ね使い分けはできますので、ここまであまり持ってる方もいらっしゃらないと思いますので、実際ね食べ比べてみないと味の違いって分かんないことが多いと思うんですけど、まあ私はバカ舌なんで食べ比べても分からないという結末になりかねないとは個人的に今からちょっと不安なんですけど、実際にこの9つのアウトドアスパイスを徹底的に食べ比べてみたいと思います。おおよそね前回にもやった部分は今ねざざっとお話まとめさせていただきましたけども、今回購入したこのバカまぶしの2品、それから動画でレビューしてないというとこの堀西もそうですし、それからユージャックさんの夜光、この商品を普通のねキャンプ系 YouTuber でしたら肉にこのスパイスをかけてレビューしていくと思うんですけど、今回はもうちょっとね普段使いにもどの程度落とし込めるのかというところで、本当であれば卵かけご飯で食べるのが個人的には一番好きなんですけども、今回は純割バターをたっぷり塗った食パンで試してみたいと思います。それぞれのスパイスがどんな特徴があるのか実際に一緒に見ていきましょう。それではパンを用意します。せーの、ひょい。はい、ということで純割バターで食パンを焼いて、スパイスがねちょうど9個だったということで9等分にしてあります。でそれぞれ9個に違うスパイスをかけていって最終的に味見をしてみますという企画ですね。ではまずは馴染みのあるところから黒瀬から見てみたいと思います。黒瀬の見た目はこんな感じ。あまり画像で伝わるかわかんないですけど、ちょっとピンクっぽい色味が特徴的ですね。まあパッケージがピンクだからそう見えるのかもしれないですけどね。でこれをまあ、こんな感じで。で、次は、堀西行ってみますかね。堀西に関してはね、ちょっとね、湿っちゃってるので、ダマになっちゃってるんですけど、こんな感じで、色味もちょっと緑とか、いろいろなものが入ってて、粒度は今、湿気でダマになっちゃってる部分があるので、これが本来の姿ではないですけど、まあ、それでも、粒は結構大きめな印象ですね。堀西パンはこんな感じ。で、次は、堀西のレッド行ってみますか。こちらが堀西のレッドです。もう見るからに赤いですね。ただ辛いだけじゃなくて、やっぱニンニクの香りとかね、しっかりスパイスの香りもして、とっても美味しそうです。これが堀西のレッド。そしてこちら、トップバリューの醤油が香るブレンドスパイス。見た目はこんな感じです。まあ、正直、見た目で、ああ、これはこんな感じなんだってわかる方はあんまりいらっしゃらないと思うんで、見た感じですね。黒瀬とすごくそっくりです。後でパンに乗せた様子一覧を見せますので、そちらで比較していただければと思いますけど。はい、こちらがイオンの醤油香るブレンドスパイス。そして、こちら、マキシマム。ちょっと粒が細かめで、匂いもカレーっぽい香りがするのが特徴です。マキシマム。そして、もってこ、鉄板スパイスです。こんな感じ。ちょっとオレンジっぽいというかね、黄色っぽい色がしてるのは、この味噌とコンソメが入ってるからで、香りも、ちゃんとね、スパイスの香りはするんですけど、どちらかというと和風テイストに楽しめるスパイスです。これがもってこ、鉄板スパイスです。そして、今回支援させていただいた、バカまぶしの辛くない方ですね。と中見てみますか。こんな感じです。粒はやや細かめですかね。で、中に、わかりますかね、これクミンシードが結構ポツポツ入っているのが見えますね。で、匂いがクミン系の香りがとっても強いです。ので、なんかカレーが好きな方にはたまらない感じですね。マキシマムよりもカレー寄りの香りがします。種感わかりますかね？この種が入ってるのがクミンシードで、香りは本当にクミン先行ですね。かなりクミンが強い印象です。こちらもじゃあ大胆にパンに。こちらがバカまぶし。そして
バカまぶしの辛いの。こちらも中見てみますか。こちらも基本のベースは一緒ですかね。唐辛子が入っているというだけで、あとはほぼ一緒だと思いますが、やはりごまとかクミンシードとかの粒がね、パッと見ただけでも結構な数見えるので、食感が楽しみですね。こちらも香りはかなりクミン先行な感じで、バカまぶしは両方とも粒度は細かめかもしれませんね。その代わりにクミンシードとかごまがホールのまま、粒のまま入っているので、この辺多分食感結構影響してくるんじゃないですかね。ということで、バカまぶしの辛いの、こんな感じです。最後はこちら、気になるユージャックさんの夜行。ユージャックさん、地味に私スピンチェアってね、回る椅子、アウトドアチェアとかカトラリーセットもユージャックさんなんで個人的に好きなんですよね。ちょっと開けてみます。こんな感じ、黄色いですね。結構見た感じ、あ、結構粒感強い感じもありますね。あー、ちょっとこれは面白い異質な感じがします。この各種スパイスをそのまま細かく砕かずに、ある程度のこう形を残してブレンドしたというような印象を受けます。見た感じですけどね。香りはアウトドアスパイスの中で感じたことのないタイプの香りで、ちょっと上品というか複雑なスープのような香りがします。これ楽しみだな。はい、これでユージャックさんの夜行、あまりわからないかもしれませんが、一覧ということで見た目の違いを見てみましょう。大きく違うのは、一番右上が折西の辛口で、この下段の真ん中がバカまぶしの辛いのということで、この二つはもう明らかに見て取れるように唐辛子が入っていますよというテイストになってます。で、左上が黒瀬のスパイス、左の中が折西、それから右の上が堀西の辛口で、左の中段がこちらが黒瀬に非常に似ているというトップバリューで買える醤油が香るブレンドスパイス、それから宮崎県民のド定番と言っても過言ではないとされているマキシマムスパイスがど真ん中、中段の右がムースさんのもってこの鉄板スパイス、下段が全部新商品になっておりまして、下段の左がバカまぶし、それから下段の中がバカまぶしの辛いの、最後がユージャックさんの夜行ということで、これからね実際に食べていってみたいと思います。食べる順番結構大事な気はするんですけど、まあその都度ね、水でちょっと口の中をリフレッシュしながらお届けいたします。まずですね、一番左上ですね、黒瀬のスパイスをいってみたいと思います。いただきます。うん、うまい。やったことない方多いかもしれないですけど、パンにもアウトドアスパイスめちゃくちゃ合いますからね。このキャンプ場とかでも、もしよければチャレンジしていただければと思いますけど、うまい。もう全部多分うまいしか言わないかもしれないですけど、まあそれじゃ比較の意味がないんで、これはやっぱりね、バランスがいいです。で、塩気はこれを基準にしときましょう。強すぎず弱すぎずといったところで、しっかり塩気がある中でも、そんなにしょっぱくはないよというところですね。あらゆるね、肉類、魚類全般的に合いますので、まあこれはね、本当におすすめな商品ですね。パンとバターにもよく合います。これが基準として次からお話をしていきます。次、堀西。ちょっと湿気が入ってしまってダマになっていますけども、いただきます。タイプ的には黒瀬に非常に近いスパイスなんですけども、黒瀬よりも塩気が若干強いかなと。ニンニクのパンチもちょっと効いてる感じがします。最後におしゃれな香りというかね、ちょっと洋風っぽい香りが残る感じで、黒瀬よりも味ははっきりしてる印象はありますので、逆に言うと弱すぎる材料に使うと完全に堀西の味になってしまうかもしれないですけど、肉にも魚にもといった感じで人気が出るのも納得の一品です。これが堀西の普通のタイプ。お次は堀西の辛口。動画ではレビューしてないですね。こんな感じです。いただきます。辛い、結構辛いんですよ。原材料をこう見ると、左上から多い順に材料が並んでるんですけど、辛口は食塩の次に赤唐辛子が来るぐらい、ガーリックより赤唐辛子の方が多いぐらい唐辛子が効いてるので、本当に商品名通り結構辛いと思います。辛い中にもやっぱりニンニクとかの香りとかスパイスの旨味があるんで、辛いもの好きには逆にもうたまらないですね。この堀西の辛口、個人的にも結構ね、昨年から使ってます。結構辛いです。ということで堀西の辛口、次はイオンで買えるトップバリューの醤油が香るブレンドスパイス、いただきます。うん、美味しいです。一言で言うと、黒瀬です。黒瀬じゃないんですけど、黒瀬に非常に似てます。バランスのいいスパイスですね、やっぱりね。うん、美味しいです。これに関してはそれ以上掘り下げられません。ということで、初めてのね、アウトドアスパイスとしても、黒瀬とね、ちょっと似たタイプのものなので、おすすめできるので、この動画を見てね、ちょっと気になったよという方で、そこまで必要あるかなと思ってる方は、ちょっと試しにね、醤油香るブレンドスパイスで、パンも結構合いますけど、卵かけご飯を食べてほしいです。醤油が香るブレンドスパイス。黒瀬に非常に似てます。そして、マキシマムいきます。ちょっとかけすぎた感ありますけど、マキシマム。うん、今まで食べた中では塩気はやっぱ強めですね。強めな印象です。ニンニクとかの香りと、あとやっぱりクミンの香りがしますね。ちょっとカレーっぽいテイストが足されるということで、強い食材にも負けない味があるので、マキシマムは結構今までのやつとはちょっとね違ったテイストですけども、大好きなスパイスの一つです。ということで、パンチが強いカレーテイストといった感じでしょうか。で、次、もってこの鉄板スパイスです。色味がちょっとやっぱ違いますよね。うん、
もう今まで食べた中では塩気が一番低いかもしれません。なので素材の味を活かした上で香りとかスパイス感を足したいという場合はこのもってこ、まさにもってこいだと思います。ニンニクとかね、味噌の顆粒とか、まあ、かつお節、それからコンソメとか変わったものも入ってるので日本人の食にすごく合う気がします。で、今パンにバターを塗って鉄板スパイス食べてますけど、やっぱね乳製品とすごく相性がいいような気がするので、チーズとかと絡めて使うととっても効果を発揮するような気がします。ということで言うと、塩分控えめですが和風テイストで素材の味を生かした上でスパイス感、コク、風味を足してくれる素敵なスパイス、それが鉄板スパイスです。さて、こっから新商品ゾーンですけど、私もこっから初めて食べます。バカまぶしの辛くないの。さっき開けた感じだともうクミンの香りプンプンしたので、その辺カレーテイスト全開で来るのかどうなのか、いただきます。なるほど、美味しいです。噛んだ時にクミンシードってクミンの種とかごまそのままが入ってたりするので、ザクザクする食感もあって、塩気はどちらかというと控えめかもしれないですね。バカまぶしっていうぐらいなんで、バカみたいにまぶしてもいいかもしれないぐらい塩分はやや控えめです。まあ持ってこうとまあ同じくらいかなという感じですかね。味の軸としてはクミンがやっぱりしっかりしてるので、ちょっと細かいところでスターアニス、八角ですね、ああいうちょっと香り物も入ってるようなので、今までにちょっと味わったことのないタイプのスパイスでした。とっても美味しかったです。今回ねパンに塗ってますけど、どちらかというと本当に調味料的な扱いで楽しみたいですかね。個人的には塩とかの代わりに肉とかにかけるとかはもちろんそれはそれで美味しいとは思うんですけど、先ほどもあったようにまあパスタとか野菜炒めとかカレーテストに関してはマキシマムより強いので、かなりねクミン臭が足されてしまうのはあるんですけど、いろいろなね調理に普段使いからももちろん使えるとは思うんですけど、せっかくなんでこうアウトドアでねちょっとスパイシーな感じを味わいたいという時はなかなか面白いと思います。バカまぶし美味しかったです。ということで、バカまぶし一言で言うと今までのアウトドアスパイスとちょっと違った方向性のスパイス感とクミンシードやゴマのザクザク感も楽しい、まさにバカみたいにいっぱいまぶしたくなるようなスパイスでした。そしてバカまぶしの辛いの、まあベースはね先ほどと同じだと思いますので、ポリニシの辛口と比べてどう辛いのかとかね、ちょっと比較してみたいと思います。いただきます。基本はバカまぶしと一緒で塩気はちょっと控えめです。こちらも商品名通りバカみたいにちょっと多めにかけたくなるようなテイストです。で、辛味も先ほど食べたフォリニシほど本格的なタイプではなくて、まあピリ辛、中辛といった感じですかね。こちらは結構本当に辛口という感じなんですけど、でクミンの香りもあるので子供にもまあ多分いけると思いますけども、フォリニシの辛口よりはライトな辛口といった感じですね。クミンの香りは相変わらず美味しいですし、食感もね先ほどと同じくザクザクした食感が楽しい始めますので、これはこれで面白い商品だと思います。はい、ということで本当にバカまぶしテイストをピュアに辛いタイプに仕上げたということで、辛いもの好きな方はこちらもおすすめですね。そして最後、個人的にすごく気になってるんですけど、ニュージャックさんの夜光です。もうスパイスというよりはハーブのようなこう見た目ですよね。乾燥ハーブを合わせたような見た目ですけども、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。これうまいわこれ個人的にめちゃくちゃ好きですね。他のスパイスは原材料に食塩とか書いてあるんですけど、このユージャックさんの夜光は岩塩イタリア産って書いてあるんですよね。スパイスに関しても見た目通りですね、一個一個がしっかりしている感じで噛むたんびに香りが立つんですよね。複雑な、どちらかというと洋風寄りのスパイスだと思いますけども、塩気はまあ岩塩を使っているということもあるのかもしれないですけど、ちょっと刺激が少なめの塩気なので、こちらもどちらかというと素材を殺さずにスパイス感を増せる商品だと思います。これすごく美味しいです。岩塩でいくと、もってこの鉄板スパイスも岩塩使用ということなんですけど、塩気自体は少ないので、まあユージャックさんの公式に書いてある通りですね、まあ本当にアヒージョとかああいう使い方をするにはもってこいだと思います。個人的な感覚でいくと、ホリニシの香りをもうちょっと立たせた感じ、ホリニシの方がパンチがあってスパイスとしては塩気もあるので、これ一本で強いスパイスなんですけど、こちらはどちらかというと素材を引き立てるタイプのアシスト最強みたいなキャンプスパイスですね。いや、いろいろと違いがあって面白いですね。はい、ということで今回の私がね実際に食べてみて、この神スパイス9選ということでお送りしてきましたけども、取りまとめてお話をさせていただくと、大きく分けるとここで分かれます。バカまぶしより右はどちらかというと塩気が少なくて素材の味を引き立てた上でスパイス感を増していくというタイプ、こちらのよく聞くようなホリニシとかクロセのスパイスとかマキシマムとか、この辺はこれ自体に塩気が結構含まれているので、もう本当に肉とかにババってかけてそれだけでもう料理が決まってしまうという
スパイスですね。まあ、どちらもそれ単体でも使えるんですけども、個人的に感じたのはバカまぶしより右はいろいろなものとね組み合わせたりより深く楽しめるんじゃないかなと思います。辛いもの2点勝負でいきますと、ホリニシの辛口とバカまぶしの辛いの、これを比べると完全にホリニシの辛口の方が辛いです。これは本当に辛口なんで、ただまあ激辛とまではいかない絶妙なところなんですよね。本当に辛口っていう表現が一番合うところなんですけど、バカまぶしの辛いのはどちらかというとピリ辛に近いタイプの辛口なんで、辛いのがちょっと苦手という方でもなんとか食べれるんじゃないかなという絶妙な辛さです。このバカまぶしの2品に関しては本当にクミンが非常に立って、エスニックなと言っていいのかちょっとわかんないですけど、スパイス感がちょっと強いと。それぞれね実食の中で特徴をね言ってまいりましたけども、本当に別にどれが一番とかそういうことではなくて、この時にはこう使いたいみたいな使い方もあると思いますので、以前ね100均のあのセリアで5段になるダイヤボックスみたいなのがあったんですけど、あれにね普段はこう少量ずつ入れて、これをね全部持ち歩くっていうと大変なので、そういうねスパイスを入れる用のね100均アイテムとかも過去にね紹介してますので、よろしければねちょっとそちらも参考いただければと思いますけども、今回動画で初めてレビューしたのはこの4品だったんですけど、夜行個人的にすごく面白かったですね。バカまぶしももちろん美味しかったですし、まあ今までね普段からまあ卵かけご飯をメインですけども料理にも使ったりということで使ってはいるんですけど、やっぱりね新しく出てきたこの3品の新商品は存在感がやっぱ既存の商品とはちょっとずらした感じで面白かったですね。まあ、各種ねすぐ欲しいよって方もいらっしゃると思いますので、概要欄に商品リンク貼っておきます。それからこの中でいくとイオンの醤油が香るブレンドスパイスに関してはイオンさんの店舗に行けばすぐ買えますので、気になる方はチェックしていただければと思います。ということでかなり長くなりましたけど、盛りだくさんのボリュームでお送りいたしました。皆さんもねこれの他にもねおそらくスパイスたくさんあると思いますので、皆様のお気に入りのスパイスもしございましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。まあ、普段は100円ショップですとかワークマンですとか、特にこれからキャンプを始めたいという方にお届けするお得な情報を発信しておりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。またこのようにですねちょっと気になった商品は随時ご紹介していきますので、そちらもお楽しみに。ということでアウトドアスパイス最高です。以上やみつき松本でした。じゃあね。